ドイツ銀行の1月から3月期の決算は増収増益で、純利益は1年前から 9% 増加しました。金利収入が大きく伸びたことを受けて、法人部門が 35% の増収となったほか、預かり資産の拡大によりプライベートバンク部門も 9.8% のプラスとなりました。一方、預金残高は5920億ユーロと前の四半期からおよそ 5% 減少しました。